ギャールプとグレープは北欧神話に登場する二人の巨人女性である。ローレンツ・フラリックによるトールのゲールロズガルズへの旅、死後法によればギャールプとグレープは巨人ゲールロズの娘たちであった。トールがビムル川を渡った時、急に水かさが増して肩の上まで来た。彼はその理由に気づいた。トールがゲールロズの屋敷に着くと彼は着席を勧められた。 同じ神話がトール商家でも語られているが、女巨人たちはそこでは名前を挙げられない。デンマーク人の自責は類似した言い伝えを語っている。ヒュンドラの歌では、ギャールプとグレープはヘイムダルの母のうちの二人として言及される。長き秋では、スイアチはグレープの求婚者の息子と呼ばれている。そこではグレープは一般的な女巨人の名前として用いられているかも。 知れず、またケニングは、単に、巨人を意味するものかもしれない。北欧神話と伝説では、ゲールロットと呼ばれている。以下は、英語版で挙げられた、参考文献であるが、日本語訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。